Round 3, fight away!ラスト10秒全終了。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ和田30対29、赤赤井、ジャッジ佐藤真一30対28、赤赤井、ジャッジ佐藤正幸30対28、赤赤井。以上3対0の判定をもちまして、勝者赤井。試合どうでしたか、試合の感想。前回より自分のやりたいことは、まあ、結構できたんじゃないかなと思います。試合中勝てるなと思いましたか。正直ゴムゴムかなって思いました。途中3ラウンド終わってもちょっとどうだろうと思いました。当たってるとは思わなかった。なんかでも自分の悪いところ出ちゃったかなと、出ちゃったかなと思います。3ラウンド終わった時点でフェイントやらなくても入ったから、そこじゃなくてやっぱ相手が下がった時に攻撃すれば倒れたかもしれないっていうところはもったいないの、一番。やっぱりこう自分がさ、もっと優位に立ってこう自分がやりたいことをもっと出せるはずなのに、やっぱ今まで通り下が、相手が下がったら下がる。そこがもう一歩いければ、うん、ちょっとですね、いいではないでしょうか。次に期待するように。なるほど。対戦相手についてはどうでしたか。でも思ったよりパンチ、でも結構重かったんですけど、自分が想像してたよりかは
ちょっと大丈夫だったかなと思って、いいのちょっと2、3発もらったんで、あでも大丈夫だった。その試合前と試合してみては違いはないですか、そのイメージ。最初試合する前は結構手数もっと出してくれるかなと思ったんですけど、思ったより結構後手に回ってくれたかなって思ったので、想像してたよりかはやりやすかった。怪我はないでしょうか。怪我とか足首が今痛めてるぐらいで、まあ、蹴ってですか。蹴って、勝利を言われた後に何したいですか。甘いもの食べたいです。ケーキ食べたいです。誰か俺を言うとしたら誰か。菅原さんとエリカ先生とゾウ君後輩のゾウ君。ローマンさんはいない。あ、ローマンさん、ローマンさんです。2回見と思った。ありがとう。ローマンさん最後調整の時に見と思ってもらったんでお礼言いたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。